こんにちは、あみです。本日はですね、今日から始まっております屋上チャレンジのお話になります。皆さんね、やってる方も多いと思うんですけども、いかがでしょうか。クリアがね、なかなか難しいんじゃないかということで、まあ、今初日、まあ、この動画出てる頃にはちょっと日付変わっているかもしれないんですけど、まあ、初日が終わりそうなこの時点での情報をね、まとめたので、そちらをね、ご紹介していこうと思います。主にクリア報告、今の時点でのクリア報告だったり、あとギミックだったり、必要 HP についてお話ししようかなと思います。まずダンジョンですね。ダンジョンは一応未知の新星のテクニカルダンジョンのダンジョン、新しいダンジョンなんですけども、まあ、今回屋上チャレンジについてはスペシャルダンジョンで来ているので、誰でも挑戦はできるようになっておりますね。はい。で、クリアすると屋上の称号がもらえるということで、あと16日ぐらいかな、5月14日までなので、まだちょっとね、時間は余裕はあるかなと思います。で、制限についてなんですけども、今回超重力と超高度両方で、超重力に関しては攻撃力が1/100で、超高度に関しては回復力が1/4になっておりまして、消費スタミナ99のバトル16ですね。じゃあ先にですね、クリア報告があるパーティーについてなんですけども、まあ、私が今 Twitter とかね、 YouTube とか見て観測したこの初日の、まあ、9時半から10時ぐらいのお話なんですが、3つのパーティーが主にあるかなと思ってて、ウルフレイトナー×ウルフレイトナーのクリア報告がありましたね。で、ナッツルウルザー、このウルザーはマジック・ザ・ギャザリングのウルザーで、ナッツル精霊ですね。で、もう一つが76の正月フェルルのリーダーでのクリア報告がありました。まあ、ただね、このクリア報告してるのがね、本当になんかプロも多いですし、なかなか一般ユーザーでのクリア報告はね、まだ上がっておりません。で、まあ、ただボス到達したとか、そういう可能性のありそうなリーダーでいうと、グランエルブ×グランエルブだったり、学園ノーチラス×ロボノーチラスの編成も、まあ、結構いけそうな感じはありますね。まあ、なので、まあ、どのパーティーでやろうかとか、このパーティー無理かもって思ってる方は、この辺のリーダーを使うと、まあ、もしかしたらクリアできるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、リーダーがいてもサブにあれがいないとちょっと厳しいかなみたいなところは、まあ、各パーティーあるので、まあ、一概には言えないんですけども、この辺のリーダーが、まあ、適正というか、いや、しやすいというところですね、今のところ。はい。続きまして、ギミックについてなんですけども、ギミックね、多いですね今回。まあ、今回に限ったことではないんですけど、まあ、本当に一般的というか基本的なギミックはほぼほぼ全部出てくるんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたらこの見落としてるというか、まだ発見されてないだけかもしれないんですけど、暗闇はないのかな。暗闇はちょっと調べた感じなさそうだったかなと思います。超暗闇の目覚めはあったんですけど、まあ、盤面を暗闇にしてくるっていうギミックはちょっと今のところ見つけられなかったぐらいで、まあ他のギミックはほぼほぼありますかね。結構厄介なのはやっぱトゲ目覚め、トゲ生成があるのと、まあ、あと弱化もね、結構見てる感じきつそうでしたね。で、お邪魔毒目覚めもあったりで、無効貫通の敵も結構いましたね。で、属性吸収も、まあ、序盤もそうだし後半も結構あるかなという印象でした。まあ、あとはアシスト剥がしがあるのと、54マスだったり76マスの盤面縮小拡大もありましたね。まあ、なので対策はね、パーティー全体でね、この辺補えるといいかなっていう感じですけど、まあ、リーダーによってはトゲドロップ気にしなくてよかったり、まあ、ウルトナとかもね、自動回復あるし、ナツルも結構回復力高いので気にしなくてよかったり、まあ、あとルーレットもね、利用して組めたりするので、まあ、その辺はちょっと、まあ、パーティーによりますけど、まあ、基本的なこの辺のギミックはね、対策して挑みましょう。はい。そして最後ですね、今回やっぱ話題になってるのが先生がデカすぎるということについてなんですけど、今回の、このダンジョンにおける大きなダメージが来る、
階層と数字をねまとめました。割合が結構ギミックとして厄介だなと思うんですけど、まあそれこそウルトナとかだとね、激減連れてっても厳しいみたいなところありますね。さっき言ったウルトナのクリア報告だとダメージ無効化のスキルのキャラを連れてっての、報告だったので、そのキャラ持ってないともしかしたらウルトナは厳しいかもしれない。はい、で見ていくと、まず4階層ですね。4階層は超根性発動後に 450% の割合ですね。まあ、この時点でね 450% だと激減じゃね耐えれないんだよね。うん、そうなんですよ。で、6階層、ここがね一番重要だと思うんですけども、先制でリーダースキルの軽減なしで 13.6 万のダメージが飛んできますので、まあ、だから136,001以上の HP が必要になってきますね。5階層でマイネクロネ的なねムーブで軽減を剥がされてしまうので、軽減ありのリーダーの場合でもその HP が136,001以上ですねが必要になってきます。まあ、ここがね編成を組むときに一番気にするというか大事なところかなと思います。もうこれが受けれなかったらね意味がないので。12階層の先生が約197万、まあこれも割合じゃないですけどかなりでかいです。で15階層の先生が HP3 倍にしてくれるんですけど、その後に540万というね特大ダメージが飛んできます。これも割合じゃないんですけどめちゃくちゃでかいので、まあ、気をつけてください。で、16階ボスですね、先制で100万、50万が2回かな飛んできて100万かなと思います。で、超根性発動後に 400% 割合からの20万ダメージ、これもねかなり痛いですね。まあ、この辺もやっぱウルトナとか軽減がないリーダーだとかなりの対策が、まあ、ダメージ無効化スキルとかが必要になってくるかなと思います。まあ、なのでこのダンジョンをクリアするコツとしてはおそらくやっぱ割合に対する、割合とか先制に対する対策かなと思います。まあ、400% とか 450% がどんどん飛んでくるので、まあ、軽減があっても多分リーダースキルで 35% とか 25% の軽減だと全然足りないので、半減以上が必要かなと思います。でプラスサブのスキルで激減だったり軽減だったりを貼る必要があるので、まあ、かなりこのパーティーの編成難易度っていうのは高くなりがちかなと思います。はい、私もねちょっとやったんですけどかなり難しくてちょっとね困ったので、まあこれは自分のためでもあるんですけど、こうやってねちょっとギミックとか 7HP についてまとめてみました。でこの後すぐ土曜もこの日付変わった瞬間ですね、ゴッドフェスが始まります。ゴッドフェスで新しいキャラのアグリゲートがあるいるので、まあもしかしたらここを引けたらワンチャン適正的な感じでこの億長チャレンジをクリアできる可能性はあるかなと思います。まあなのでちょっと今のところクリア報告出てるリーダー持ってないよとか難しいなと思う人は、まあゴッドフェス狙ってもいいんじゃないかなと思います。まあピックアップ他にも、まあ、結構ね強いキャラヒカリン・ワルリンとかね、マグランエル君もいるし、 TV というか他に当たりがないガチャじゃないので、私もちょっとフミパズちょっとだけね引いて動画出そうと思っております。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではさようなら。